ウェイアウトウエストはスウェーデンのヨウテボリで毎年8月に開催される野外音楽フェスティバル。ロック、エレクトロニック、ヒップホップを中心に様々なジャンルのアーティストが出演する。メインのフェスティバルに加え、クラブコンセプトのステイアウトウエストも開催され、街中の様々な会場でアフターアワーのライブが行われる。メインのフェスティバルは、 ヨーテボリ中心部にある137ヘクタールの敷地を持つスロッツ高原公園で開催される。夜になるとヨーテボリの中心部とその周辺にあるヨーテボリスタジオなどの様々な会場でライブが行われる。2007年8月第1回目のフェスティバルが開催された。2012年に本格的な3日間のフェスティバルとなり、木曜日にもスロッツ高原で ライブが行われるようになった。音楽以外にも、スロッツ高原での美術展や、市内の映画館での映画上映など、他の文化活動も盛り込まれるようになる。ウェイアウト・ウエストは、環境に優しいことに重点を置いており、スウェーデンで初めてクロブの認定を受けたフェスティバルでも、ある。2012年、環境への配慮を理由にアーティスト、スタッフ、 来場者に提供されるすべての食事をベジタリアンにすることを初日の前夜に発表した。この決定は賛否両論を呼び起こし大きな騒ぎとなった。この論争は、ヨーテボリのタブロイド CGT がフェスティバルの入り口の外でソーセージとミートボールを無料で配ったことで頂点に達した。ありがとうございます。